これは北斎秀。北斎の2番備えがお披露目となる。サブウェポンのジャンプビーコンとスペシャルウェポンの雨降らしでチーム全体をバックアップして前線をキープしよう。少し気が早いが、お正月に備えて書き始めの練習をしておく。早すぎやろな。もう年末気分か。さすがに早いやろ。4ヶ月半ありますけど、世界最速やんこれ。てかビーコンいいじゃん。ビーコンじゃん。なんか俺ロボットボムって聞いてたんだけど、ビーコン悪くないじゃん。筆系とビーコンってなんだかんだ相性いいでしょ。これはソイチューバーカスタム。ソイチューバーを色違いの純正パーツでカスタムしたモデルだよ。サブウェポンの炭酸ボムでウィンクの道を作り、長いチャージキープを生かそう。あえて相手に近づき、スペシャルウェポンのウルトラハンコで一掃する戦法も使えるぞ。いいじゃん。うん。こいつはどんだけサブスペ恵まれてると思ってんだ。トーピーとマルチミサイル炭酸ボム。すごいね。これもうメイン弱すぎるもん。パラショルターショルター、ロボットボムジェットパックということで、すごい可愛い。この傘いいね。デザイン。デザイン素晴らしい。以上。うざそう。うまいやつが使ったらうざそう。そしてなんとオーバーフロッシャーデコに、あの最強のサブウェポンラインマーカーと、帝王イカということで。いやーでも風呂に帝王イカは合わないんじゃないかな。なんか結構、無印のスプリンクラー雨降らしだっけ、無印って。意外と合ってるよね。ずっと垂れ流す分には。帝王イカで前切り開いてっていう武器ではなさそう。うん、だから弱い。そしてクーゲルシュライバーヒュー。クーゲルシュライバーの新たなスタイルを提案するモデルだ。サブウェポンのトラップやスペシャルウェポンの吸引機で味方と一緒に戦うことが重視されているぞ。遠近切り替えられる特性を活用して全距離で味方をサポートしよう。これね、多分俺の予想って結構強いと思う。まずトラップがついてる。そして今吸引機なかなかに強い。普通に今吸引機強いんですよ。これ僕の予想言っていいですか。これね、縄張りゴンズイで使われると思います。この武器縄張りゴンズイで使われますね。これ間違いなく俺出てくると思う。これ予言しといたわ。縄張りゴンズイ甲子園期待しとけ。絶対縄張りゴンズイこれ入れる上位勢出てくる。俺はねここで予言しておく。絶対に強い。縄張りの話しかしねえのよ。そりゃそうでしょ。ガチルール何 XP いくつ ?JPMR1860 甲子園勝った数なんと6回です。6回。オフラインの甲子園ということで、おそらくクーゲルシュライバーヒューは僕は強いと思います。結局ジェッパが刺さりにくくて縦長で相手を抑えたいというステージ、例えばそれこそゴンズイですよね。ゴンズイは来ると思いますね。これ僕の予想で。なんとスクルーシュロサネオ。スクルーシュロス社に明快オプションのステーカーが知られている。サブエポンのポイントセンサーで位置を把握し、得意の死刑越しの攻撃に活用しよう。遠くの相手にはスペシャルウェポンのウルトラショットで攻撃で。かっけえなこの洗濯機。まず一言言わせてください。とてもかっこいい。色合いが素晴らしい。でも実家にこんな洗濯機あったら嫌だわ。武器として見たらかっこいいけど、洗濯機として見たらいらないわこの色は。ということでポイセンウルトラショットということでね、ウルトラショットがまさかのつくという、どれだけ恵まれてる武器なんだっていう感じなんですけども、まあ無印の方が強いかなと。まあおそらくこの先ウルトラショットちょっと弱体化するか、まあもしくはこの武器が200ポイント以上になるかになるので、まあおそらく無印がちょっと強すぎるっていうのはあります。しかしウルトラショットを打てるという選択肢がある武器がもらえてるだけで十分すぎる。まあ結局これポイセンだから、スペシャルポイント200とか210だったらマジで打てないと思う。だからそこがあるから、まあまだそんな暴れる武器ではないかな。はい。まあでもめちゃくちゃ弱いわけではない。普通に強いと思うこの武器。
ステージによって全然、例えばナメロウとかね。ナメロウとか、今までは炭酸投げまくってナイス玉で最後塗って、あ、これ全部縄張りの話ですよ。っていう、あれなんですけど、まあ、ウルトラショットがあると最後のキルを伸ばすっていうムーブにできるから、まあ、ちょっと面白かったりするかもね。はい。そして、トライストリングコラボ。サブウェポンのスプリンクラウ、そしてデコイチラシで餌を巻き塗り返しに来た相手をメインウェポンで釣り上げてしまおう。これ意外と強いんじゃないの？光栄デコイチラシ初ですよね。いやこれ結構実はやる説はある。いやでも俺結構いいと思う。光栄にデコイチラシって強いと思う。割と今は結構ありなんじゃないですか。なんか選択肢にはまあ入りそうだけど、まあ入らないでほしいな。弓うざいから弓はもうちょっと強武器にならないってほしいごめんやけど、はい。弓使いですか。普通に嬉しいだよね。なんかデコイチラシ光栄にすごい合うと思うんだよな、まあ、デコイチラシ縄張りだったら普通に強いしね。そしてダイナモローラーテスラースプラッシュボムとデコイチラシということでお疲れ様でした。いやでもこれもいや弱いんじゃないの。これはさすがに合わないと思うわ。デコイチラシはこの武器にさすがに、なんか昔みたいに一生塗りで制圧ってちょっと難しいからな。ワンの頃はもう一生塗りで制圧できたけど、弱いんじゃないの？これ、トリプルトルネだったら普通に強かった気がするけどな。ちょっときついんじゃないの？無印が、ちょっとエナドリ、結構いいんじゃないの？いや、サイドボードは来んじゃないの？普通に考えて。2024年12月31日まで配信。いや、じゃあ、普通に、1周年で来てもおかしくなくね？スプラ2の時の1周年どんな感じだったの？スプラ2の時はアップデートしますみたいな感じじゃなかったっけ。また1年でそう別注が来るぞみたいな、まだアップデートしちょっとやりますみたいな、でメイン性能とか出たんじゃなかったっけ。やべ覚えてない、覚えてないけど、スプラ2のアップデートが遅え遅え、やなんもねえって言われること本当に少なかったよ。これは間違いない、これ間違いないですよね。スプラ2ってアップデート全然来なくてやることないねっていうことなかった。まあさすがに2年とか3年過ぎたらもうやることねえじゃんってなってたけど、そのこんな1年目でなんもないねみたいな、まあなかった。まあゲーム性はいろいろ言われてたけどね。